皆さん明治学院行ってみたいと思います。今日の勝負の全体像はこちら。内容1問題で段落は10個で、設問数は5つ。これを全部行ってみたいと思いますので頑張っていきましょう。サミさん、こちらの設問の指示の一読をお願いします。サミさん、第1段落を一読していただいた後、こちら問いの E ですね、検討をお願いします。サミさん、選択肢の1番から行ってみたいと思います。皆さん、出だし午前中に2回食べるという話ですね。で、皆さん、これが最後の文章、このあたりでよろしいかと思います。ただし、そのことによって皆さん、体重が増えるかと言われたら、まあ、そこまでは書いていないですね。まあ、どっちかっていうと、healthy weights と書いておりますので、体重はバッチリ。健全な体重なんでしょうね。で、続いて選択肢の2番。これ皆さん、朝食は提供する必要性はありませんよ。これ皆さん、全く書いていないですね。で、選択肢の3番、すっ飛ばして4番。我々はその生徒さんに心配する必要性はないですよ。心配しなくていいですよ。まあ一見そうかなと思うんですが、書いてるかと言われたら書いていないですね。となってくると選択肢の3番。出だしの Students Benefit All Day。恩恵の話は書いてますね。特に第1文目のこのあたりでよろしいかと思います。脳と体ですね。つまり体全体にとっていいですよ。そしてさ、2行にも Worth ということですから価値があると書いてますよね。そして先ほどの選択肢でも確認しましたが、healthy weights ということですから、適切な体重を維持できるんでしょうね。で、選択肢の3番の後半。午前中にしっかり食事をとることですね。つまりそれが breakfast。そして皆さん、このあたりも該当しますよね。そして皆さん、このあたりでもよろしいかと思います。ですから本文と合致しますので、3番が正解ということでよろしいかと思います。サミさん、続いて第2段落でございます。ここは設問絡まないので一読だけで大丈夫です。たぶん注釈ございまして、皆さんオビエスティ、肥満ですからね。それを踏まえて一読をお願いします。で、皆さん続いて第3段落でございます。これは皆さん問いの A に絡みますので、一読していただいた後、こちらの検討をお願いします。皆さん、これは設問の指示の心配している様子がですね、この最後の文章に合致しますよね。ですから、まずはこちらを最優先で熟読すればよろしいですね。で、皆さん読んでみると、家と学校ですよね。そこで朝食をとる子供たち。で、そういう子供たちは become obese ということで肥満になってしまいかねないと。で、それを言ってる選択肢はどれかなって探していただけますと、1番であれば throw away、捨てるという話はないですね。で、2番をすっ飛ばして選択肢の3番。家で朝食をとるのをやめる。という話も書いていないですね。で、選択肢4番はお金がかかりますという話もないですね。書いてあるのはオビース、肥満という話でございますので、体重が増えるという話がある選択肢の2番ですね。これがオビースと合致しますので、2番が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて第4段落でございます。一読していただいた後、こちらの問いの B ですね。検討をお願いします。で、皆さん、設問の指示に600人の学生さんの話書いておりますので、皆さん、ここに合致しますよね。で、その600人の生徒さんが朝食に関して質問を受けているという話でございます。で、その中で皆さん、家庭で朝食をとっていると。で、そういう生徒さんもいれば、こちら学校で朝食をとっている生徒さんもおりますと。そして皆さん、家庭と学校ですよね。両方で朝食をとると。そういうお話でございます。ですから選択肢の1番のように意見を聞いているわけではないですね。そして選択肢の2番は朝食よりも昼食の方が好きかどうか。まあ、そのような比較はないですね。で、選択肢の3番すっ飛ばして4番 dislike。まあ、好き嫌いの話もないですね。ですから選択肢の3番、朝の食習慣。まさに朝食の話でございますね。あとはどこで食べるのかというだけの問題でございますので、選択肢の3番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第5段落から第8段落でございます。ここは皆さん設問に絡まないので一読だけお願いします。さあ皆さん、第9段落でございます。一読していただいた後、こちらの問いの C ですね。検討お願いします。皆さん、設問の指示のここですよね。朝食を抜くという話がここに書かれてますよね。
デミさん、朝食を抜いちゃうと1日の後半にお腹ペコペコになりすぎるんですね。で、その結果このあたりですね、体が必要としているよりもたくさんの食べ物、食事を摂取してしまうんでしょうね。そして皆さん、もう一つ朝食を抜く話がここにも書いております。そうするとやっぱり皆さん非常に多くのカロリーを取りすぎちゃうと。もちろんそれは午前中以降の段階でですよね。で、皆さんそれで選択肢の1番すっ飛ばして選択肢の2番 throw away ということですから、皆さんこれは皆さん投げ捨てる話は書いていないですね。そして選択肢の3番学校のスケジュールの話も書いておりません。そして選択肢4番の後半ですよね、他の食事も取らなくなる、これも書いてないですね。ですから皆さんこれですよね、体が必要としている以上に食べてしまう、カロリーを取りすぎちゃうんですね。それが選択肢1番のこちらですね、1日の中で食べ過ぎちゃう、本文と合致しますので1番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、最終段落でございます。一読していただいた後、こちら問いの D ですね、検討をお願いします。さあ皆さん、選択肢の1番をすっ飛ばして選択肢の2番、皆さんカロリーが増えるという話が書いておりますが、ここですよね、カロリーは少なくなるわけですから2番はダメそうですね。で、皆さん選択肢の3番の前半 Skipping breakfast every day、 皆さん朝食を抜く話はこの最後の文章でございます。ですが皆さん、このあたり見ていただいても、皆さん体重が減るという話はないですね。そして選択肢の4番、朝食を取るときと朝食を抜くときの違いはないですよという話ですが、皆さん朝食を抜いてしまったらこのあたりですね、文末でございますが、体や脳にとってよろしくないと。ですから違いは出ちゃいますよね。ですから選択肢の1番、朝の食事ですね。まあ、例えばこの辺りでよろしいかと思います。もしくはこの辺りでも該当しますよね。で、それがエネルギーを持つために必要なこと。それがこれですよね。エネルギーを与えてくれると。ですから本文と合致しますので、1番が正解ということでよろしいかと思います。サメさん、お疲れ様でございました。内容1問題振り返ってみたいと思います。皆さん、どうやって解きましたかと言われたら、まずは設問の指示に該当するところを探しましたね。これを意識づけできればそんなに難しいということはないかと思います。一方、これを無視してるとですね、正しい選択肢を選ぶのに時間かかってしまいます。引いては間違いにつながってしまいますので、まずは設問の指示に該当するところ、そこを探し出すことに専念していただけると OK です。そして、明治学院を第一望としている方ですね。で、その方はおそらく過去問演習するかと思います。ただ、そのレベルで練習していても、試験で少し難しい問題に当たってしまうと、途端に解けなくなりますので、明治学院であれば、字待ち。もちろん学習院とか明治とかですね。このあたりの過去問で練習していると、明治学院に対して余裕を持って解けるかと思いますので、それが引いては合格につながります。そして、長文の復習どうしたらいいんですか？まあ、解いて終わりではもったいないので、音読の実践をお願いしたいです。これをすることによって、速読力も身につきますからね。もちろん勘も養われますので、一石二鳥、頑張っていただきたいと思います。ということで、スクリーンショットする方はどうぞ。ということで、参考になさってください。